keep us. やあ、みんな。ようこそ救助隊へ。今日は地震について勉強するよ。それそれはっ、入った救助隊だ地震って怖いね。地震に対する知識を学べば自分の身を守ることもできるのよ。それじゃあ僕とミュウミュウがみんなに地震について教えるからしっかり覚えてねはい。それでは幼稚園でのシミュレーションを開始します。わーすごーいおもちゃだうーさあみんな、地震について教えるよ。はい。地震って何？はい。みんな、地球の表面は地殻と呼ばれていて常に動いているの。その動きに地殻が耐えられなくなることでズレや亀裂が生じ、大きなエネルギーが発生して地震が起きるのよ。へえ、そうなんだ。幼稚園で地震が起きたらどうすればいいかな。はい、おもちゃを片付けて早く逃げる。わかった、お菓子を守るまずは自分の身を守らないと。地震が起きたらすぐに机の下に隠れて机の足をしっかり握るのよなんで足を握るの？地震で自分やテーブルが動いてしまう可能性があるからよ。足を握ることで安全な状態が保てるの。机の下に隠れている間は顔を出しちゃダメよこうなっちゃうからねみんな覚えたかな。それでは地震のシミュレーションを開始します。頑張って。教えた通りに机の下に隠れて足を握るのよ。あ、危ない、早く机の下に。うつ伏せは危ないわよ。大事なのは3つ、しゃがむこと、机の下にちゃんと隠れること、机の足を握ること。わかった。危ない、そこはまずい。それ。ハムスター君、地震の時はドアや窓、本棚などの近くから離れないと怪我をする可能性があるんだ。うん、わかった。地震が止まったら運動場へ避難しよう。みんな防災頭巾をかぶってね。みんな私についてきて。こっちよ。足元に注意して内側を歩いて。押しちゃダメよ。
ハムスター君、さっきのは危なかったよ。避難するときは指示に従うこと、それに走ったり押したりするのも危険なんだ。ごめんなさい。みんな、あと少し。こっちよ。僕のおもちゃ。危ない、戻らないで。もう大丈夫よ、みんないるかな。ハムスター君とケケは？うわ、まずい。よしんだ、頭を抱えてしゃがんで。危ない。危ない。助けて。スーパースピード。大丈夫。よかった。地震の後も余震が起きる可能性があるから、室内に戻っておもちゃやカバンなどを取りに戻ってはいけないんだ。塀にも近づかないようにね。わかりました。シミュレーション完了。おめでとう。地震について学んだみんなにバッジを贈呈します。わあ、かっこいい。